今回は神の術第243回で抜け丸が身を守るエネルギー、必勝のエネルギー、開運のエネルギー、この3つを送ります。それで抜け丸ですが、これは平家総伝の太刀で鬼切丸の大原康綱の子大原実盛の策です。それで平忠盛公が漁に持てば必ず獲物が取れる名刀ということで買い取りました。その後忠盛公が昼寝をしていると近くの池から大蛇が襲いかかりましたが、この刀が鞘から自ら抜け大蛇を退治しました。それにより抜け丸という名前になりました。平家敗北後、この刀は源氏に渡り、さらに足利将軍家の宝刀となりました。御利益は御神、家内安全、必勝、運を招くとなっています。それではこれから抜け丸にエネルギーを送ってもらいますが、まず最初は身を守るエネルギーです。終わりました。次は必勝のエネルギーです。
終わりました。次は開運のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。